明治安田 J リーグ FC 今治はサッカー元日本代表の服部利宏さんを新監督に迎え、今日初練習。新たな選手も参加し、悲願の J2 昇格に向け始動です。夢スタで行われた今日の初練習には、新加入を含む28人の選手が参加。サポーターや岡田会長が見守る中、パスを中心とした練習で1時間余り汗を流しました。新加入選手は新居浜市出身で、昨シーズン JFL 得点王のフォワード日野智樹選手、同じく JFL ベストイレブンのセンターバック斉田優太選手、18歳以下日本代表の梅木玲選手と横山夢樹選手の帝京高校コンビや、アルゼンチン一部リーグから移籍した守備的ミッドフィルダーのトーマス・モスキオン選手など全部で12人、加えて昨シーズン J3 ベストイレブンのマルクス・ビニシウス選手や地元出身の近藤貴虎選手など総勢31人で悲願の J2 昇格を目指します。服部監督はボールを保持して主導権を握るスタイルでプレーやサポーターともに楽しめるサッカーを展開したいと意気込みます。本当に選手が積極的に取り組んでくれて、本当にいい雰囲気でできたんじゃないかと思ってます。それでもとにかく処理のためにひたむきさとか謙虚さとか必死さとか、とにかく出せるものを出す、そういうプレーを、ピッチに出したいと思っているので、そのための準備をいろいろやっていきたいと思っています。昨シーズンは20チーム中4位と過去最高の成績だったものの、J2 昇格まであと一歩届かなかった FC 今治。今月27日からは鹿児島でキャンプを行い、来月の J3 開幕、最高の滑り出しに向け準備を整えます。